今日配信しておりますあやめちゃんとね水族館に行ってまいりましたあのあやめちゃんが大変そうだったから連絡してなかったんやけど、あやめちゃんからあの落ち着いてきたっていう連絡が入って、一回ね遊ぼうってしてたのが流れちゃったのよ、あやめちゃんのところでいろいろあって。だからリベンジでね水族館に行ってきたね。でね、お菓子とか買って帰っていったんだけどそのねお菓子をさ、実は同じお菓子を買って帰って食べた感想会をね普通にチャットで繰り広げててこれがうめえからこれまた買いに行きてとか、いやこれ美味しかったね、いやこれはちょっと私のあの舌に合わなかった、わかるみたいなね話をあの繰り広げてて、そう結構ね味のいろいろ話は合うけど味のね好き嫌いも結構似てて、居酒屋さんに行ったんだけど、その水族館の帰りに、私あの鷹なんで鶏はあの食させていただいてるんですけど、焼き鳥屋さんに行ったのね。焼き鳥屋さんね結構焼き鳥を食べてたんだけど、そういうさ焼き鳥専門店みたいなところに行くとさ、鶏料理以外頼んじゃいけないかもっていうなんか不安に駆られない？ちょっとわかるでしょ？私は他のものを頼みたいし、お店の人もあの頼んでも全然大丈夫だよって思うんだけど、相手がどうなのかわからないじゃん。焼き鳥屋まで来てそれ頼むのみたいなさ、あの感じで思っちゃったらどうしようみたいなさ、お互いそれを思ってたらしくて恐る恐るさ、卵焼き食べたいなって言ったらさそしたらさ、え、よもさ言い出そうか迷っててさ、もしかしたらダメかもって思ってて言ったらダメかもって思ってたから嬉しいっつって頼もうっつって頼んだ。解釈一致、椎茸焼きとか食べたいなとか言ったらよも食べるみたいな。めちゃくちゃ似てたね食の。ただ似てないのは、私梅しそ大好きなんだけど、梅しそ、しそと三つ葉とかがお嬢はなね食べれないから、それだけやね。焼き鳥屋さんの椎茸ってマジでうまいよね。なんなんだろうあれ、ちょ肉厚でさ超美味しいよ。あーししとうもうまい。でもししとうってさ、あれガチャだよねししとうってガチャだと思わない？辛いししとうに合うか辛くねえかみたいなさ、ししとうガチャ始まんだよな。最近ね私あのピーマン焼きめっちゃ好きで、ピーマンをさコンロとかで焼いて鰹節かけて、で醤油ピャッてやってさ食べるのがめちゃくちゃうまいよ。おすすめ、お試しあれ。あやめちゃんとはね、来週の月曜日かな、あやめちゃんのところであのコラボがありますので、よかったらあの見ていただけるとありがたいです。はい。